えっと、それでは始めていいいきたいと思います、えー、今日は1年合格ベーシックコースワイドっていうクラスのね、えー、っと通常4月から始まっていくんですけどもあのエッセンシャルっていうのを含めるともうちょっと早くからもうすぐできるんですけどねその講座の、えーまあ、特徴っていうのかなそれとあとこの講座一体何を目指すのかっていうところだとかあとそうですねあの多分お客様の中にはどういう講師を選ぼうかなっていう人もいるじゃないですか。 この特徴とかね、少し喋っていこうかなと思っております。で、私が佐藤と申します。よろしくお願いします。で、まず今日配ったものがあるかと思うんです。いくつかちょっと見ていただきたいのですけども、うんと、まず一つ目が、このパンフレットってありますよね、パンフレット。まあ、この中に一応概要を書いてありましたね、うんとね、最初、先週か、今週か、僕ね、多分ユ YouTube で多分喋ってると思うんですよ。この講座の特徴とかね、まあ、見てないですか 特にない。じゃあ一回喋ろうかなと思うんですけどねそれも含めてあとうんあとまあこれリーフがあるんですけどこのリーフは、うんまあ、暫時使っていこうかなと思ったりするんですけどもこれ毎年一応出てるやつなんです一応この構造をガチャッとねまとめるとこんなことをやるんですっていう概要になってますんで、まあ、これも含めて少し見ていこうかなと思っていますであと今日配ったものっていくつかあるじゃないですか一つが、えー、このレジュメですよねレジュメ 何をこれ、私はやろうかなって思ってるかというところが、パッとね、簡単に書いてあるかと思うんです。5つの特徴っていうところでしょ。あともう一つが、えっ、ー、と、論文の本試験のこれ、問題ということになっております。かなり試験傾向変わってきていることは確かなんですね。でこれも踏まえて少しお話をしようかなと思っております。さて、じゃあね、今日やっていこうかなと思うんですけども、えっ、ー、と、まず、特徴から少し喋っていきましょうか。えっ、ー、とね、こちらの方のレジュメを見てください。こちら。 えと5つの特徴というのが書いてあるかと思うのでそこから少しね、えー、見ていこうかなと思うんですさてさてあのレックにはあのベーシックコースって2つあるんですよ一つは本当のベーシックっていうクラスねあとはもう一つがワイドっていうクラスがあるわけですでこれもともとねベーシックは僕受かった時が今から2 5五6年前なんですねでその時に、えー、たまたまね私ワイドしていたんですあの前前職って多分書いてある会社にいたのでで辞めたんですよ うん、平成9年の3月の月末かなで子供がいて奥さんがいて「やめる」って急に言っちゃったのね「いやもう耐えられなくなってしまったんだ」ってのがあって辞めてしまったんですよ。辞めてしまってどうしようかなと思ってるときに、うん、あの会社に一つだけ僕褒められたことがあってねえー、とね「仕事ではなくって研修がうまい」って言われたことがあるんですよ。で分かんないけど、まあ、それが頭に入っていたのでじゃあレックに行こうかなと思ったのに一応最初なんです。 でもちろん合格していないので講師になるわけやできないじゃないですか、まあ、そこで受かることを前提にあのうだを作ってくれって言われたんですよでそこからスタートしてうんと、ね、その4月ぐらいからレックの頭に入ったの、ね、やめたすぐ翌日に僕行ったんです無職じゃやっぱしまずいでしょ男だしかつ家族もいて子供もいてっていうことなんで全く無職で、あのー、ちょっと言えないけどね退職金って極めて少なかったんですよびっくりするぐらい。 相当もらってると思うでしょ全全然全然、えー、もうねやばかったんですよどうしようかなと思っていて考えたわけやばいなって受かなかったらどうしようかなと当時って僕らの頃って3%だったんですよで試験が今と違って免除が全くないんですよで今あの平均点でこれを論文で採点するんですで当時は違って全て素点なんです上から全部上から100人しか受かんないっていう試験でまず免除がないんですで担当免除もないし えー、担当一応平成8年に受かっていたんですけどもこれまた振り戻しなんですよ受かんないとまたゼロから始めるんですねで論文を受かったことはなくてでそれも全部あの客観的採点で1週間試験ってやるんです昔の試験って今1日でしょ 2>、うん、で必須科目が 2, 2日間やるんですよ特実が1日目で今のだいたい一1.56倍書くんです試験問題って。 でそれが終わって次の日が「衣装商標条約」っていう科目をやるんですけどもこれも大体朝からずっとままでやるんですよで終わると「選択科目」っていう科目があるんですよで僕ガチで文系なので、あのー、結構大変なんですよ理系と文系の違いって分かります今はね全然関係ないの選択科目で一応基準点さえ通れば、えーまあ、免除は取れてってなるんですでも昔は違ってこれ全部ね絶対評価なんです 絶対評価で上からそ、ね、破線していって必須も足すんです必須も足すもんなので文系って取れないって何とかわかります回答がないんですよで旧指標試験とかやっていたとしたって取れないんですそんなにで上からもう行くので僕の時って、ね、確か百ちょっとしか起からなかったのね試験って最終語学ってで文系は、えー、とね実務やったことがある人って僕ぐらいしかいなかったんですよ一人だったのそのぐらいよく言われてました当時は金の卵って僕言われたからね 今ほら文系はっていうと僕はいいと思ってるのねすごく、まあ、今日えー、っと今日少し話そうかなと思ってるんですけど結構ね仕事の幅って実は便利視ってありますただね選択肢はちょっと違うんですよ僕の受かった頃と僕の頃ってね、まあえー、っと受かった後と通常だったら僕文系だったら少子験取ろうかなって人が一番、まあ、いいのかなって思ってたのね今も全然違いますそうではない選択肢としてはもっともっと違うことをやった方がもっと儲かるし仕事の幅が広がるんです やればよかっったなって本当思うんですよもう僕来年から60になるのでもう今更ねやろうっていきゃないんですけどもできたら皆さんとってっていうの常に合格者に言ってるんですで、本当に実現したって人たくさんいるんですよやると思ってることがねすごく嬉しいのそうすると自分のね夢が、えー、と受講生に対現できたっていうことになるのでこれも後でしゃべりますどういうことがあるのかなっていうところとあとどういう勉強をすると良いのかなっていうのがあるかと思うんですよ一応ね会社は10年間いたの でかつ今事務所を含めて二十数年間で、まあ、約3 0年いるのでプラスで約40年間この業界っているんですあの知財業界って40年間ねであのー、前の会社って新卒では僕一期生なんです知財部って当時なかったので知財部ってそこに一,応先に入一番最初に入って、えー、文系僕一人だけだったんですねあと理科系が二人かなって始めたというところで。 えと当時はね十何人でやっていたんですけど今多分ねちょっとわからないけど僕辞める時は100とか200とか300いましたもっともっと増えてしまってこの前見たら特許の価値が3位って書いてあったんですよ、まあ、すごいなと思ったのね全職の会社ですよそんなことをやってるんだなと思ったんですけどね、まあ、それも含めてちょっとねいろんな業界の副業とも含めて何やったらよいのかなって少ししゃべろうと思ったので試験ってどうやって受かるのですかっていのをしゃべろうと思ったのねあとねちょっと一つだけ言っておきます あのー、この業界ってさ1回で受かる人って、まあ、レックもそうだけどすごく貴重だっていうことで宣伝するじゃないですか受かりたいですか1回で,で確かに1回で受かりたいよねでも何パーセント受かると思います1回で受かる人ってそんなにいないんだよ1回で受かる人ってでそれを目指してどうかなその人がここに連れてきてじゃあ話をしますと皆さんにこれ共通することになります多分共通しないんですよ その人って、ね、どういう方かというと、えー、こういうこと言い方すると良くないかと思いますけど勉強はもちろんすごくできるんです。勉強はできるんです。これ頭がいいってわけではないのね誤解しないように勉強はめちゃめちゃできるんですよ。子どもの頃はずっとやってきたんでしょう。すごくできるの。だから無駄がなく勉強するんです。でもね無駄がない勉強って書って合格した後ってあまり役に立たないんですよ。普通止まるんですよ考えるときって。なぜこういうことを考えるのかなって普通止まるんですよ。 あまり止まり止すぎると試験に遅くなっちゃうのね。いいあみところでやっぱ止めないといけないんです試験ってだから平均で合格する人っているじゃない今年は2.8年ぐらいが平均なのでめちゃめちゃ早いです2.8年ってびっくりあの問題でってことは何言いたいか分かる結構簡単に受かるってことです今の試験って受かるのそんなに深い思考がなくて受かるの本当に大丈夫かなーとしてでも受かるの でもそれはこれから僕をやろうと思っているところとか皆さんがやってもらいたいところから見るとちょっとどうなのかなと思ったりするんです受かればいいというのは確かにあります予備校だからだけどこれあのよく言うんですけどね大学受験予備校ではないんです大学受験予備校って受かればあとは自分でどうにかなるでしょうこれ違うの入ったら仕事になるんです仕事としてちゃんとね理解できてお金をもらうことはできますかってそれがあるかっていうところこれ試されてるわけですよ でができないって話になるとめちゃめちゃ恥をかくんだよね、そこって。嫌でしょう、受かったあとで恥をかくって、ね。だからちゃんと受かりましょうってことからすると、そうだな、えー、と2回ぐらいが一番、僕いいと思ってるの、2回から3回。これだと客観的に皆さんに共通する話題になるんです、2回から3回って話になると、これは絶対受かります、2回から3回あれば。でも1回は保証できない、正直言って。めちゃめちゃ、なんだろう、地肌玉がいいっていう人、地肌玉とかで勉強力がすごい方なの。 ちょっと思うでしょう俺こんなに頭がいいんだからそんな余計なことを言うなって思うけどみんなできるんですこの業界を受ける人ってその中の本当にできる層が一部いるっていうわけですそこはだからあまり客観性がないんですこれこうすれば良いとか言ったってあまり伝わらないっていうのは本当のところなのね、まあ、一応参考にしてもらったらいいと思いますよだけど全てではないっていうところですやっぱ平均が一番分かりやすいって伝わりやすいんです、ね、じゃあ何を考えているかって少し見ていきましょうか 余計なことを言ってしまったのでクラスの特徴って書いてあります、ね。今入門講座だけで本当に合格できるのでしょうかと書いてあります。さあどうでしょうね入門講座だけで僕の時はもちろんありませんでした受かるってことが。ね、でできるように入門講座だけで受かるようにっていうところでカリキュリンを組み,組み直したんですよ。それが入門講座ベーシックっていう講座になります。うんと今から二十数年前かな作ったのですけども他のクラスと一番違うところ今標準になっちゃってるんですけどね。 あの昔は3回転回しってやらなかったんですよ、どの予備校も。まず特許をやると、4月から終わ,るでした終わるじゃないですか、で終わると次、実用試験やるとで衣装をやって、商標をやって、条約をやるということになって、4月で終わるんですよ、講座って、喋って終わるというイメージ、ね、で受かれますかっていうとどうでしょうかね、多分無理ですね、これ全部忘れてしまってるんですよ、やったことって、でさらに問題解いていないから、具体的ではないんですよ、抽象的、言葉は知ってるってばら だから特に法学部の人ってそうじゃないですか法律の言葉は知ってるんですよでも使いこなせるかというと受験勉強しているわけではなくて問題解いてるわけでも全員があるわけではないので解けないんですよ、うん、で言葉は知ってるというところでしょうかねそこでちょっとこれ1年で難しいなと思って、ま、ず3分割したんですこの,、ね、この試験って幅と,あと幅,幅,、ね、幅と深さっていうことが絶対必要なんです幅って担当の幅です試験って。 幅これいかに早く回せるかっていうのはまず一つの基準なんです回せるかで次深さっていうのはうん本当はねできればもっともっと深く本当はやってもらいたいんです止まってなんでこんなこと言ってんのかなってこと僕はつぶやいたりしますだけど試験に必要なところの深さっていうのは論文式試験解けるっていう深さなんですこの深さってあるのねできればその深さと幅をやるんですけどもで通常これまずガーッとまず回すのがいいんですよ試験ってそれもたくさん科目あるじゃないですか たくさん科目あるものについていちいち三十回四十回五十回で全部科目ごとにやっちゃうとすべてこれ忘れちゃうんですまず全部の科目についてざーっとこれ見るのが一番いいんですよどの試験でもそう僕前は他の試験やっていたんです大学の時ってその時もやりましたざーっと深くまずやるんです広くやるんですガッとあ。県民県とかいろんな科目あるでしょあれずーっと広くまずやるんです浅くやるんですだいたいお尻って高台をなってわからないとわかんないじゃないですかまずはこれ一回目まずやるんです 簡単にやるんです。特実遺書あと条約といっても何科目はありますんでこの幅って一体どうなるかってまず見ないといけないんですよこれで通常それをまず先にやるって決めたのねでもそれうんとねあのベーシックってことはちょっと見ていただくと分かるように入門講座のところうちのベーシックっていうところで一回簡単に回しましょうって言ってるじゃないですかあそこの回数って30回ぐらいあるんだよね多分。 あとアウトプットってあってこのアウトプットはめちゃめちゃ実は簡単なのですこんなもの絶対試験出ないっていうのは多分ずっとアウトプットであるんですよこれ無駄なんですよ言うと怒られちゃうけど無駄なんですよ簡単に言うと今の試験はそうではないってことになってるんで,で30回もやると多分忘れるんです特区実 E い書ってやって4月から入っていって多分ね条約とか不調っていう科目が9月か10月に終わるんですよ入門ってそうなると多分忘れるんですよ できればうんと、ね、簡単なところに一回回すのはこれもう通信にいいと思ってるの僕10回ぐらいないしは15回ぐらいでガッて一回回すんですよあの幅について薄い層まずグラッと回すんですよ一回やるとで終わりますよねで次何やるかというと僕の講座は多分上石くクって今ご覧になってワイドで見てると思うんですよえっ、ー、とページがありますよねここね えっと上がってまませんかここねね、えー、ありますよ、ね、今言って薄く回そうと言っているのはこの入門エッセンシャルと言われてくるものです大体全14回ということになるのでめちゃめちゃ関数が薄いですよね一口ずつが5回で衣装が2回商標3回とすごく薄いわけですよガーッとまず回します本当に薄いそうで回すんですでも一応担当の幅ですね一応これ回すわけですよこんなこと一応該当としてやるんではないって回していきますただこれで絶対受かりませんよどう見たって 何も演習しているわわけではないから終わりますよ、ね、そのあとね次入門コンピリートってあるじゃないですかこここれインプットだけなんですけども普通はこれここじゃなくてベーシックってやるんですよ一番初めに、えー、多分おあの比較されてると思うんですねベーシックってベーシックこれほら講義26回あと演習10回全36回演習めちゃめちゃ簡単特許とは一体何ですかかけー100%出ません試験においてはそんなもの出ません 今そういう試験ではないの今の試験って特に論文ないしは担当とも違うで全部で36回もあるわけですよこれいつまでか分かりますやったら最初僕もこれやっていたんです問題がないなと思ってやっていたんですけども今の試験ってね昔と違って思考ではないのいかに回答をパッと出せるかなんですよ論文特にで今日さ配ってた問題ってあるじゃないですかあの過去問っていうか論文の試験問題ってありますよね 僕の時の問題って、うんと、ちょっとこれ、上がってないね。あのかなり薄いんですよ。薄いというか、えー、っと、これ。これ、僕受かった年の問題なんですけども、これ。実用しや二問なんですよ。薄くないすごく。一問目、二問目。ただ、今の1.5倍書きます。今2二千字、昔は3三千字書きました。僕の時まで3三千字でした。書くんです。たくさん、たくさん書くんです。 で、でで想像型加点点なんです、昔の採って。いかに今かるか,さらにもこんだから何をこれ読めるかって考えるんです昔の試験って加点タイプだったのだからいかに加点していくかってやったものなんです今違うの今の問題ってちょっと見てほしいんですよね例えばうーんお客様に配ったものだとそうですね特許は一番インパクトが高いのかなパッと見ちゃうと。 えとさ平成21年ってこれ問題があるんですけど長くないですかガーと書いてあって、えー、と一番最初のページに上がってますね1ページこの問題長いでしょうずっと長いでしょうでさらに「請求項1」が何とか「請求項2」が何とかって書いてあっていやーこれ実務的じゃんって思いません見ちゃうとあなんかずれちゃったねあこれかいや実務的でこれは解けないのかなって思いますよね 何分で解けますこれ。今60分で解くんですこれ僕何分で解いてると思いますこれ解く時大体34分です解けるんですこれ読み方があるの読み方があるので解答が絶対これあるので原点方式何のこれっていかに解答を出せばいいっていう試験になってるんであの正直言って回答さえやってるならば何点いくと思います多分60点いきます 基準点点なんで絶対受かります60点いかに早く読んで答えを出すかってことになるのでこれ一応論文という形式を取ってるんだけど担当式試験なのです今の試験ってで特に特く実はそういう傾向強いってことになるのねここは見極めなきゃいけないのねだからあ,のあまりなんだろうこの入門講座のところでチンたらですよこの,あの特許とは一体何ですかってずーっと読んでいて説明したとしたら忘れるわけですよ解けないと。うん じゃあどうするかというと、いや、この範囲に向いて担当問題を解いた方がいいって決まってるわけですよ。まず担当問題を先にやるんです。今の試験って、担当が重視なんです。極めてこれは難しいの、担当式試験って。ロームではない。ロームは結構簡単。でも最近少し変わってきて難しいんです。一部変わってきたの、だんだん。さすがに担当式試験みたいなものだとまずいよねって変わってきたんですよ。ねまあ、制度改革もらって変わった。でのの受験者層。 少し、ね、解体っていうのがあったんでしょうね試験の先生ってだけどご存知のように上から25%受かるっていう試験なんですよだから平均偏差で受かっちゃうもんなので多分「素点ってあるよね昔は素点で60点じゃないと合格しなかったんです今素点じゃなくって平均点なんです素点だと多分40数点だと思いますそれで受かるんですよ60点を持ってこれるのね解答さえならば多分54から60は絶対これは取れるはずです いかにだから解けるかということをやらないといけないよね、この問題。回答を出せるか。回答さえあるならば、本当は僕が嫌いですよ。あの結論さえあってれば、理由のそのプロセス、なくっても受かるんですこうなると書けば。どうなりますかこうなる。条文はこうなってるからって書けば受かります。今の試験って。だから、なんだろう。担当さえもしうまくいくならば、一発で受かるでしょうね、今の試験って。僕、言ってますもん。あの正直言うとあの、担当式試験の勉強はできて、 で一応、担当だけ特化を行ってそしてあの、論文式試験は一切やらずに受かった方、去年いらっしゃいました半年です、その方ってで聞いてくるわけですよ担当先生通ってしまったでも私は論文の勉強も全くやっていない通りゃ向けていないどうしましょうか答えは二つしかない一つはあの絶対覚えなきゃいけないことってあるでしょう定義趣旨英語だったら単語軸の託印これってほら講師を教えたって意味ないでしょ読めばいいんですよ、それは書いてあるものってまとめたもの 定義趣旨なんかわかります定義って特許とは一体何ですか書くわけですよ。なぜ特許の規制ってこうなってますかこれも暗記で書けるんですそこのところでこれは覚えなかって、ね。です絶対あとは異例の問題についてはこの手の問題ですね担当的にいかに解けるかっていうところがで,できるならばこれ繰り返すんですよ。でねあの多分なんだろうな大学入試と似てるんですよ。この手の長い文章って読み方があるの現代国語とそっくりなの読み方って解放があるの。 これを教えちゃうことによって多分回答がパッと出ます。これ見たら分かるんです。見た瞬間。これ聞いてるなって分かるんです。で、その瞬間、大体それを想定して問題を読むと、大体5、6分で解けるんです。回答って出るんです。で、それができれば50から60いくんです。受かります。試験としては。だから、一月待ったらっていうと怒られちゃうけど、受かるんですよ。別に2年目の講座行く必要性は僕はないと思ってるの。だから、受かると僕言ってるのね。で、そうなると、これ組,な組み換えなかったらいけないと思い始めたんですよ。 ちんたらちんたら入門講座のベーシックで入門講座をやるとどうなるかというと担当は多分解く時間ってないんですよおそらく4月から始めるならば終わるのが9月か10月なんですよでそこから担当に特化して勉強するわけでしょもう間に合わないですよ一応年内中に見なきゃいけないの1回はばって見けないの担当問題ってだからこの講座で少し変えたんですよやめようとってなって何をするかというとここに上がっておりますよね えーっとここ入門講座ではないコンプリートに変えたの。で何をやるかというとちょっと見てもらいたいの今日ちょっと、えー、これ衣装と商標だけなのですけどもあのこれ入門講座のこっちがレックのテキストですよね。これでずっと字面で文字が、まあ、書いてあるよねロロね。 別に問題があるわけでも何でもなくっていうところね書いてあるわけでこれに対してこちらはというと同じ単元書いてあるんです単元は同じ順番に並んでるのだけどこれ見ていただくとお分かりのようにそうだね例えばこれ特許なんですけどもまず関連する条文出てくるんですよでパッと線が引いてあるここからしか出ないと僕言ってるの。ここからすべて担当問題でこう出てきますとパンパンパンです担当問題これ深くやるんですで担当問題は町の見解です これを聞きたたかかっ,たっていうのは分かるんですよでこれを潰すことによって、特許庁ってこれをこの問題について聞きたいって,ってもすぐ分かるんです。担当が一番の幅なので、これさえやってしまったらなんとかなるわけですよ。これを繰り返すんですよ。でさらに、ここ、論点も含めて書いてあります。論点説が割れるということですで。なぜ説が割れて、こういう結論になったのかと説明します。あのー、そうね、うん、これあとで説明しますけどね、うそういうこと。で、これをまず1回やっていくということになるので、そうですね。この 入門コンプリートでうーんと担当の幅大体いい入門講座と同じ幅になりますのでここで大体いい6割から7割1回回せます担当式試験って。でここでまずやっちゃうんです担当問題ってそれも基準問題ってやらなかったらいけません基準問題あのよく聞くじゃないですか何年分問題やりましたかこれ疑問なんです本当は10年分というところになるんだけどもある程度用でほら用がしちゃうっていうところがあるでしょでもね大体いい似た問題ってたくさん出るんですよ。 試験ってその一番簡単な問題頭に入れるのね、すべて。そこから解くんです、解くときって。だって覚えてないよ、僕だって。全部の問題って。何年に何が出たそれから何年にこういうふうに聞いた多少覚えてるけど、全部覚えてるわけではない。じゃあどういう解いてるんですかと言ったら、一番簡単なフレーズを頭に入れてるんですよ。この問題のこのパターンってこうきたって。そこから解いてるんです、利用してで。それができるようになると、多分ね、1000問足解ければ全部解けます。そうなってもらいたいの。 で実際上受かった後ってそれでやってるんですよすべて1から100まで1から1000まで万までって全部覚えてるわけないでしょこんなものって想定して頭の中に入れて解いてるんですこれ弁理士も弁護士も全部同じですいちいち暗記はこれ不可能なんですよでなんでこういう問題が出たかっていうのを基本問題に通じて深く理解しなかったらいけないのこれを一回目にこれやりたいのですここですね入門ンコンプリートというところ回やるんですで終わりますよねで通常同時進行で 論文ワイドってやるんですけど何やるか普通ね論文ワイドって簡単な一応レジュメって今日持ってこなかったんだけどこれをやるんです発明とは一体何ですか書け試験出ますかさっきの試験ってそうなっていないでしょうとなると皆さん2年目いけってことになるんですよまさ、あ、に1年合格といっても2年目の講座を取ってるわけですよじゃないといけないってことになるわけでもそれって1年合格ベーシックって言ったらどうなるでしょうかってやっぱ思っちゃうわけですよ そこでこでれ何をやるかというと実際の論文問題解いています解いていてもうちょっとこれ少し分けてるの細かくね分けていてこういう問題出ましたということでどう,やってどうやって回答を出すかっていうことをやってるんですねでもほぼ担当ですこれ深く解くっていうのは9紙も一応やると9紙は深く解く問題が出てくるんですけどもえっ、ー、とね調ではなくって解き方をずっとこれ見てるのはこのワイドっていうクラスになります論文ワイド。うん だかかからいいに早く読めるるとうころの訓練をやって,るっていうイメージです書くのは今必要性が全くないのこういうことでと怒られちゃうけど書く必要性がないの書かなくても受かるの回答さえ出せばって今なっちゃったのね大体はねで本当は多分そういう方は困るっていうところが長、えー、の見解としてはあるんでしょうでも一応相対評価なんで受かっちゃってるというところですねでここまでやるとどうなるかというと幅幅ね大体 これ入門コンプリート、それから論文 Y でやることによって大体6割から7割の幅が終わったってことになるのでも深さはこれやってこれやると大体もいけてるんですよ深さっていうところでは、ね、実はもっと深いですよでもそこまでなくても受かるじゃないですか試験って、ね、じゃあ残ったところってやらなくてもいいんですかと言ったら担当はだめです全部やらないと、うん、でもねあの今ちょうど今日ね我々はちょうど私はさっきまで講義をしていたのですけども、うん これ初版ってこれ私が作ったんです、えー、担当アドバンスっていうテキストになるんですけどもね、あの今から二十数年前、作ったんです。で、あのー、何これ何、何かというと、これって、各築城的に全部条文が書かれていて、青本ってありますよね、あの見解が書いてあって、さらに、えーとね、担当問題がこのばーっとこういうふうに出てくるんですよ、入ってんの。で、これをやるんですけど、これ何回でやってると思います今、条約ですよね、これ。 で昔というかね我々が最初受けた頃ってうんとようやくっていったらパリと PCT しかないんですよ今この回数と同じ回数でほぼやってるんです今何科目ありますパリ p c t トリップス、m プロジュネーブ国際出願法ってあるのねでさらにそれも深く出てくるんですよ結構特に PCT 出てくるの昔と違うでも回数変わりがないんですよでページはというとこれパッと見ると何ページあります ?391 ページあるわけ これ56回でやるわけですよ。できますかね？昔は200ページ見るですよ。やってたところって56回でだいたい1回40ページっていうペースなんです。でも50回で40ページだとこれどうなる？391ページになりますんで、約半分残りますよね。はい、お客さん読んでくれてくださいってやるんですよ。で解けますか？それで担当って多分解けない。全部やらないとっていうことで、そこは深くね。反省したわけですよ。私も。 やららななかっったたまずいなと思ったわけですそこで、ね、今年から配っているのがこの講座の中でこれまず1つは特徴としては他の講座以上に担当の回数が多いんですよ42回多分多分30回ぐらいしかないんですよ回数としてはでもそこでも終わらないの終わらないの特区実衣装貯蓄含めて終わらないのねでもともとこれ私が作ったんですよ作った人がやっても終わらないんですよでそうじゃない人が作ったらどうなるか飛ばすと とといいううことになななるに決まってる終わらないんですよ、そうなるとで自分であとやるんですか勉強って、まあ、悪くないけどもできれば考え方ぐらい僕教えたいんですよそこどうやってこれ読むのかっていうのがあるわけじゃあ私はどうしてるんでしょうってう、ね、最近作ったのがえー、っとこれ PCT なんですけどももっと簡単にまとめたものがあるんですよこれ全部でこの点数ですよこれ,れ PCT で今日やったところなんですけども細かいところ全部これあの なんだろう基準問題について簡単にこれをまとめちゃってるんですよ。出たってやつね、これ。何年出た。で、キーワード、ピッと書いてあるだけの。で、問題があるじゃないですか、長いもの。このところって、ここが本当は問題だったって書いてあるだけなんですよ。あのー、簡単に言う、ね、僕作ってるやつで、携帯シリーズって言ったんですよ。あれに近いの、簡単に書いたの、パチッと、一言で。この問題、こういうものが問題となりましたって書いたの。まあ、言ってみたら、長い文章を基準問題に書いちゃったってイメージです。それが載ってんのでさらにに同じように このこの部こっから出るこっから出るって出てるのここだけ読めばいいってこれ作っちゃったの築城っていう形でこれやると早いんですよ今日早かったのめちゃくちゃ通常だったら34回かるのが1回で終わりましたよこうなるというところあとはずっと説明するの理由だけなぜこうなるかという構成で一応全部幅終わるんですそうなると,、えー、と42回で全般的に全部終わるでしょうで一応あとは自分のご考えになってってことになるわけですよ すべて私は喋ることができるので、まあ、これはいいなと思って飛ばせってことはあまりよっぽどない限りやらないと思いますこれできたことによってでそうやろうかなと思ってるわけ、まあ、これは多分特徴でしょうね今の試験担当特化は極めて大きいんですさっきの問題ってあったじゃないですかあともう一個ねでしかしこれ衛生を終わってから少しあのなんだろうな試験の思、ね、考が変わってきたんですよやっぱしかまずいなとだって担当式試験で一応常務の知識を見てるわけでしょ 論文ってそうではないっていう思考を見るじゃないですか考え方でもそうじゃない人がたくさんやっぱ受かるようになっちゃったんですよよくないだろうというところで最近ちょっと変わってきたのね問題の思考って例えばこれえー、っとね最近の試験の傾向なのですけどもまたこれもちょっと問題見ていただけるでしょうかえー、っとね最近の試験問題特に文系科目です意装商標という科目うん やっぱり医疗職の先生から見ると、我慢ならなかったんだろうね、それは。私もそう思います。いや、かといと、答えだけ引っ張ってきて、薄く書いてしまっていいのかなっていうと、うん、我慢ならないぞってあるわけですよ。法律はそうではないと思ってるので、そこで詐欺の試験って、ほら、例えばこれ、まあ。一見簡単に見えますよね、下に判例があるじゃないですか、判例。これ読んであなたのご見解は聞くんですよ。こんなの昔はなかったですよ、なかった。これ聞く、く付。 で普通通り予備校でやってたらこれ解けないんですよ、実は。解けない。であるいは、あの商標の見解、商標の問題になると、例えばですよ、A という見解と B という見解で両者は書きなさいってくるんですよ。で、あなたのご見解はできるんですよ。これは昔はない。結論だけじゃなくて、プロセスを聞いてるの。商標系って、一生系もそう。あと、ハンデルの射程って分かりますかね。この事件だから出たってなんですよ。この事件が出た。A だからこういう結論になりました。じゃあ、A ダッシュだったらどうですかってなるわけですよ。 似ててるけどちょっっと違うんではないってなのかよそれを聞いてきたの最近の試験ってそれは確実的ではちょっと難しいでしょうでもそれができないとできるとなんだろうな一歩進んだことができるんですパッと多分そういう人を取りたいんですよ今の試験ってだから結構ねつまんないこと言ってるわけです何かというとあの考え方僕ずっとしゃべることにしてんのなぜこの問題出てこういう結論になったのか皆さんどう解けます解キドきって担当でもいいんですけどまず問題ってありますよね えーまあ、これも多分出てくると思うんですけども例えば問題文が書いてあって結論条文にこう書いてあるからだ結論ですよね間違いではないでもこれだけでいいんでしょうかね試験って解く時って効率は違うんだよ解く時僕はこれは何だろうそうではないってなります大学ではまずこれ完璧,完璧に解けるツールね でもさ、条文って全部覚えられます ?100% 覚えてますかと言われたら自信がないですよ100%暗記してるあの暗記してる何だろうな自信が全くないじゃどう解いてるかと言ったらこれ趣旨から実は解いてるんです社会的妥当性ってあるのこう解釈しなかったらおかしいってなんですよ感覚これからのあと理屈からののこれを本当はよりこうと教えなければいけないんじゃないのかなと思ってるわけですだって条文だったら自分で読めるんじゃないですか 何時に書いててあるってそれを僕はいちいち説明するの書いてあるっていうところ説明しますよだけどなぜそうなったのかっていうところは結構重要じゃないですかそこはなんでこういう結論になるのかっていうところが多分お客さんではこれ分からないんですよ絶対僕も分からなかった受験生の頃ってでもそれが大きいんですよ仕事になった時ってあるいはねあのこの資格の一番難しいところっていうのは二つある一つはうーんとねあの司法試験と違ってハンネル深いところはやらないんです とか簡単だよねああと説の展開もあまりないんですだけど改正頻繁でしょうすごく。なぜ改正になったの今の問題だと問題があるからですよ。でそうすると今の問題今のね常務理解するんだったら前どうだったかということを勉強しないと本当はこれ分からないです。問題だから改正になったんだまた改正になったんだってこれ連続なんですよ。この問題点が分からないと実は深くこれ分からないのね。例えばちょっと勉強してる方 関連という制度があるんです。関連10年改正で入っているんですけども何回改正になっている18年と令和法に入って変わっているのねでこれ全く違う制度になってしまっているのでもともとは一体どういうことになっていたのかっていうわがからないとなぜ令和法になって変わってしまったのかっての絶対これわからないんですでこれが難しいの産業財産憲法っていうのはね毎回毎回変わるんですでそこは多分ね少子圏にはないのこんなに頻繁に変わらないでしょう 民法変わりりましたたと言ったって100年ぶりで言ってるじゃないですかでも産業財産権法は2年3年とかに絶対変わりますよ毎回毎回変わっているじゃあその根っこはどこにあるかっていうところは分からないとこれは分からないんですよそこから出るんですよ試験って、うん、これは一番難しいところっていうところとあと2つ目あの国際条約ってあるんですこの資格ってこれによっていろんなところが実は変わるのね条約1本変わることによって国内ごと全部変わるんです でこのことがわからないと、なんだろうな、あのね、弁理士って国内的に出願するだけではもちろんないんです、国際的に取ったとか、向こうから入ってきたものを条約的なルートにつながって、つなげるってことをやるのねで、それは条約の理解がわからないとわからないんです、でもね、あのー、これも言っときます、あの昔の試験って、僕の頃平成13年まで、入かった方って、条約って論文式試験の科目だったんです、あと生、公実試験も出たのね。 そうなると条約について論文的に考えていて解くんです、解くときって理屈が全部あるんです、条約ってパーリーもそう、PCG もそう、マトポレもそう、全部理屈があるんです。でもね、今そうなっていないでしょう。なぜかというと、今、担当式試験しか,出てきしか聞かないじゃないですか結論こうなってたんだって暗記しちゃうと受かるんですよ。でもそれだとね、ちょっと足りないんですよ、間違いなく。これが難しいところの2つ目なの。国際会議によって条約が分かってがた これによっってて国内法ってこう変わるんだのが分かることによってどうなるかというとあの弁護士ってすごく面白い資格でね小試験と違って条約って共通科目になってるのどの国の弁理士さんもみんなこれ学ぶんですよパリとか PCT ってこの下の中に各国内法って全部あるんですよで条約は上お金は下って話になってるんでこれを学ぶことによって条約を学ぶことによって各国の法制って大体これ分かるんですよ日本の法制こうだ こう書いてあるんでアメリカだったら多分こうなってるはずって読めるんですでこれ分かることによってどうなるかというと仕事の幅が2倍3倍になるわけですよ今日冒頭幕言ったよねあの昔は取った後と文系だったら少子験取るのがよろしいと言われていましたでも今ってねたくさんいるんですよ取る人って制度も変わってしまってるで結構いますでもねさっき言ったようにそれ日本の資格にすぎないんですよ全部できると言ったってできれば海外まで行ってやる方が絶対に決まってんの でこういったら本当に取った人たくさんいるんですよ自分の合格者の中に海外に行って後になるアメリカとかねあるいはヨーロッパです行って取った人がいるそうなるといろんな仕事ができるんだよね日本だけではないのですごいこれ広い領域になるんですよただこれって深く理解したかったらいけないっていうだけです試験だけではもちろんだめなの、ねまあ、できればなんだろうなあの習慣ってあるんですよ勉強の習慣って暗記じゃなくてどう考えていくのかっていうこれ勉強の時の習慣です 多分大学受験もあったと思うんですよこういうフレーズに入っててこう考えると思考としてこう出てくるって多分あると思うんですよ。でこれを持ってる人って強いんですよ受かった後って成功してる間違いなく。どうせ受かるんだったら最後は成功したくないですか成功したいと思うんですよそこね。まあ、それを鍛えるっていうのは多分僕はやってるつもりなんです。で法文系なんでそこは一応重視してるんです。思考ををををつけるっっててていううととととこころろ、まあそそれれして皆さんはそれをね 頭に入れて1問から1問ですのってからではだめです、絶対忘れちゃうから、人間って。1問から100問解くんです。で、法律会社がそこなんですね、1から100を解くというところになります。ね、で、そしてですよさらに、あのこれ、小難しいこと言ってるなというのもあるかもしれませんけどね、あの法の世界って、法をどうしましょう、こんな広いとしましょう。ね、じゃあ、小さい法ってどこやってるかというと、この際しかやってるんですよ、際は。 ここだけ本当に際。といことは、この際しか言われない人が分かるかというと分からないんですよ。本体はというと、民法、行政法って全部あるの。これ、ある程度ね、全部これ分かる必要性はないんだけども、関連するものについて分かっていないと、本当はこれ分からないです。だからよくね、回答を見ると、規定がないから罰とか書いたんですよ。そうじゃない。民法の規定によれば、こう書いてあるからこうなってるって理屈があるんです、全部。特別に書いていないものは全部これ、民法によるんです。そこに書いてあるから、これ、丸、罰できるんです。 もうそ,それも説明しますちゃんとおそらくそれは、ね、いないと思うんですよそういう視点取る人ってだけどすごく役に立ちますよやると勉強って面白いと思うのねで仕事って面白くないとつまんないわけですよやったって多分って、うん、これ分かると思うんですよやるとねでその辺が2つ目で何でしょうあと特徴っていうのがちょっといくつか、えー、今日書いてところがありますので、えー、ちょっとこれ見ていただけるでしょうかうん で基本線として、えーと、一番最初に書いた通りえっ、ー、り、入門講座で受かるんですかっていう問いに対しては、僕は受かると思っています。ただ、担当さえちゃんとできればねっていう前提です。あれば、あれば、一月間があれば論文はなんとかなるはずです。絶対に。二年目はいらないと思っています。あとは通れんだけなんですよ。訓練だけなの。そして、この後ね、い、えー、リスが書いてあると思うんですね。えっ、ー、とね、5つの特徴ですよね。えっ、ー、とね、4ページ。 でこれもさっき言ったことにつきちゃうのかな。えー、と1つ目、概要を簡単に何度も回す、これ絶対必要です。何度も何度も回すようなことが絶対必要なんです、概要って。できれば、あのー、今日どうかな、僕の話って早いでしょ、結構。早くないこれも相当ゆっくり喋ってるつもりなんですよ。昔はもっと早かったから、この前言われた、あの過去の受講生に、先生、マシンガントークだったねって言ったけど、今、最近はそうではなくなったと言われました、この前。もっと早かったんですよ、昔。 でもあのこれって繰り返すことによっていろんな情報が入ってくるのでこれを繰り返してもらいたいの特に何だろうあの音声ダウンロードという制度があるでしょ、えー、と通信じゃないけど生の講座でもいいんですけどこれをあのなんだ IC で取って繰り返すの速即調するの何度も何度も僕はやりました、速調ってでフレーズ覚えちゃうのはこういうことを佐藤は言っていたんだよなっていうのが分かると頭にピッとくるんです、どっかで言ってたもん受講生が。 問題解くときに僕は言っていたって読み返ったと言うんですよ。そうならば受かるの、試験ってね。で、繰り返すんです、ずっと。ゆっくりやってはだめなの、繰り返すの。1回目、ゆっくり見るの。2回目、3回目、即調するの。即調するの。で、即調して、もう幅を作っちゃうの。側を作るんです、絶対に試験って。これやんなかったら受からない、試験はね。これは2つ目の特徴っていうところと、あと3つ目、4つ目、4番。これ、ストップレジュメ書いてあって、これは自分で作ったさっきのレジュメです。これによってやっていきます。 レックの共通テキストではありませんこれに従ってやっていくというところなんで論点なり担当問題といいう形でずっっ深くやっていきます、うん、あと担当重視を私は重視をしてますって書いてあるねこ,こ,この通り担当のさっき言った、えー、っと担,当担当ワイドっていうの丹次第入門ワイドっていうところと担当ワイドあと論文のところも一応担当的に解くってことをやってるんで担当を極めて重視をしています担当って。 でさらにさっき言ったレジュメって配りますんで、あのー、簡単にまとめたレジュメですねパリだったらまあ1回でパッと見たら多分3時間でもありますで繰り返してもらいたいんですよこれしかも出ませんって私言ってるんだから幅としてはでさらに論文式試合は「読解に特化」って私書いたのね「読解。でこういうのであんまり言わないんですよ「読解に特化」ってね、まあ、通常だったら来て論文書いてもらって採点しましょうってこんなことやったってなかなかパッといかないんですよ まずは読み方なんですよ。どう読むかっていうところが、勝負の,の分かれ目なの、試験って。で、いかに回答を出すかっていうのはさっき申し上げました。そこなの、まずね。両務とか。あとね、ゼミって書いてあるんですけど、ね、ちょっと最近休んでるんですけど、あの終わったと、ころでよ昔よくやってました。チョコレートですってやつで、ずっと、これ、収録はしないですよ。あの当てていくんですで、当てていくんだけど、僕ね、回答だけ言っても許さないんですよ。理由、全部言えって言いいす。なぜこうなるか、ゆえ。 でこれってね多分貴重ですすごく僕も前自分の時に受けた先生にずっと当てられて、えー、応答したっていう記憶がありますでこれは頭に残ってるんですよでなぜこうなるなぜこうなるあるいは特許はこうだけど衣装商標はどうなってるか違いはなぜやるかって言えということですずっと繰り返すんです問答的にでこれやるとすごく頭に残るしパッと浮かぶのねやることによってほんとそうね最初はね 23か月は多分つらいんですよ試験ってどんな試験でもつらいで大体繰り返すと半分ぐらい経つと大体まあある程度慣れてきてある時ピッとひらめくんですよこれいつくるかですよね僕はね遅かった4年ぐらい経った時に初めて分かったのこんな簡単なことをやっていたんだと思ったのねそれが今の体型なんですでそれまでも本当につながるような形で毎回毎回問題解いて答弁出してってずっと繰り返してたのでもさっぱり分かんないの って思うんですよ皆さん、絶対に。わからない。でも、ある時気づくんです。あ、はあ、こんな簡単だったんだなあっていうことは、評価したんです。で、その瞬間のことをしゃべろうと思ってるのね。どうやって私はそういうところに至ったんですかっていうのがあるわけです。これがない人って、多分わからないと思うんですよ。それは多分一1回とか2回で簡単に受かった人これ、客観的にわからないんですよ。やっぱし、無駄なこと結構やってきたからね。僕の時、5年ですけど、当時は標準です。6点何年だったんで、多分標準だと思うんですよ。 なんでとこはね。でも標準なんですけど早い方ではない決してで無駄なこともやってきてある時気づいたんですよ無駄だったっていうことがで分かりましたあこういうふうに見れば簡単に解けるんだよなって全て連関があるんです特実遺書とか民法とかあるいは条約と全部関係があるのそこから解くんです解けるようになったのそしたら簡単でした極めてそっかそういう話をしますある時ってね、まあ、それが多分このゼミでしょうね でそして、えー、と8番ということなんですけれどもうんとこれはえ特徴ではないんですけどこれからの便利思想ということになるんですけど多分変わるでしょうね特に皆さんがよく知ってるように今 AI っていうのがあるじゃないですか、まあ、これは絶対閉めちゃいますよ間違いなくじゃあ人間何やるかっていうと思考ですよ換気ではないどう考えていって結論を出すかっていうところは多分難しいんですよあるいは新しい考え方ねどうするかっていうところをあのぜひね うん、聞いて自分の頭に入れてもらいたいんですで反省して考えてもらいたいのねとなると多分ヒントになると思うんですよその時のうんあとは9番、えー、に書いてあるように、えー、ク,ラスのクラスは何を目指すかというと応端的な知識からの解放っていうことねあと考える力の問やってことを言ってます考える力これがないと多分受かっても厳しいと思いますよ今確かに考える力ないといけないと思っています ね、確かに受かればっていうのは確かですけどそこだけでではもちろんんないよね浮かり方ってなるんです、まあ、それを是非ね、あのー、このクラスで一緒にやっていけたらなと思うんですけどねそこのところはね、まあ、そんなところは僕の多分特徴なのかなっていうところとあとは一応僕はあの完璧な意味で文系ですんで多分他の講師はいろんなものを含めていないと思うんですよ法律系で今大学もこれ法学研究科なんで多分いないと思うんですやってた人って、ね、そこはね。 でまあ、そこで「法とは一体何ですか?」って結構うるさく言っていくところなので多分最初は大変ですでも慣れちゃうと1から100解けるんだってことになるので多分楽しいですよあと「判例もそう」読む時も「あこういう事件だからこういうことになったんだ」って分かるようになります、まあ、そうなると強いですね、えー、中身もともとね中身が強くなるというところになりますのでぜひですね、えー、とその辺考えていただければと思っております まあそんなことが一応5つの特徴ってことになるんですけどうまく説明できたのかなっていうことですけどねでもしこの後来たいって方は個別に聞いてくださいどういう勉強したらよいのかっていうこともそうだろうしあとですね私の人生は一体どういうふうにやっていったらよいんでしょうかっていうこともあるかと思います僕もわかんないけど一応皆さんよりは先輩ですよね人生もそうだしあとまあシーテはベイン・リッシュとしても僕先輩ですからねもう 3 0年近く前に向かってるんで、先輩ということになりますので、1意見という形で、えー、これ聞いてください。不正演じゃもちろんないからね、正解ではないんだけども、こういうことも考えていたということはあるかと思うんです。まあ、それも含めて、ぜひ聞いてもらったらよろしいかなと思っております。じゃあ、きはこの辺で、全体終わりたいと思いますね。では、えー、ご支持、視聴とか、ねえー、ありがとうございました。で、細かいところはこの後、えー、やっていきましょう。じゃあ、全体、この辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。